行くぞ。久しぶりに出てきたと思ったら、ソラ、背中を借りる。てガイのやつ、わしを踏み台にしようって。よっこいしょ。ん？おぉ？どうも。よし、うまく負けたようですね。口寄せの術！濃い方ですね。見たぞ、そのサメに託した巻物が情報だな。逃がしはしないぞ。できますかね。こちらには血のりがありますが。スイトン戦色光。これではどれがどれだかわからんぞめ。こうなればアタックジャック。巻物はそう多すぎるか。仕方ない、まとめて面倒を見てやるぞ。水中のサメも行かせない気ですね。いいでしょう、バラバラにして差し上げますよ。第7強もカーイ。なるほど、聖剣のあまりの速さに空気摩擦で炎をやるし、空気を叩く衝撃波と炎で相手を破壊する体術。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。私は3度目ですが。次の体術はさっきのとは比べ物にならぬ一撃必殺の剣。滅多に見られるものではない。青いチャクラが水を押しのけるとはね。スイトン大砲弾の術、ヒルドラこの大砲弾はただの術ではありませんよ。術自体がチャクラを吸収する、そしてさらに大きく強くなる。相手の忍術が強ければ強いほどにね。どういうことだ、奴の術は収縮したのに大砲弾が大きくならない。チャクラを吸収したはず。これはチャクラの基盤ではないのか。燃えろ聖飛君。ガイさんの八門遁甲の技、ヒルドラ。ヒルドラ、なんか爽やか青春で売ってるガイ先生の割にはドロドロしたネーミングだってばよ。そんな悠長なこと言ってる場合じゃない。ヒルドラの勢いは広範囲に一気に広がるよ。踏ん張らないと。
動くな。さっきの術、チャクラの気弾ではないのですか。それにその青いオーラ、ヒルドラはチャクラ主体の忍術ではなく体術なのだ。ただの聖剣、ただし早すぎる聖剣だ。相手に向かって一点に集中していく空圧聖剣、聖剣は圧縮後一気に拡散する。そして俺を覆うオーラはチャクラではない。八門の第七経門を開いた者は体から青い汗をかく。それが己の熱気で蒸発したものだ。どうりで気弾と思っていたものが小さくなって見えたはずだ。あなたとはこれで三度目ですが、まだこんなものを隠し持っていたとはね。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。動くなと言ったはずだ。